体挨拶ってやってるとこないんじゃないかなと。いや、そんなことない。実は、もういろんな映画館のホームページとかを日頃からチェックすると、当館以外のところもなんか思わぬすごい芸能人とか、スターとかがこう別の館とかにね来てくださることもありますし、当館も意外と、芸能人とかも今までに来てくださったことあるんですよ、俳優さんで。そうなんですね。はい。過去の舞台挨拶の中で特に印象に残った、監督さんなり出演者の舞台挨拶ってあるんですか？ありますね。ちょっと今名前は言えないんですけど、某すごい有名な監督で、巨匠だったんですけど、舞台挨拶中に怒り出してしまって、怒り出してしまった、早く終わってしまったっていうことが一度ありました。早く終わってしまったっていうのは舞台挨拶自体が？そうですね、もうちょっと長くやりたかったのに。それ多分上映前にやったんですよね。で、上映前の時にちょっと司会の方が全部内容を喋りすぎてしまったことに対して怒ってしまったんですね。すごい痛いあれでしたけども、まあすごい勉強になりました。そうですか。はい。それはやっぱり監督さんの思いが、そうですね、伝えることでいなくてってことですね。はい、こちらの準備不足だったんですね。まあいろいろあるんですね。ありました。はい。ということはまだまだ私は映画の世界にまだ深く入っていってないということですね。これからです。あ、そうですね。本当に、これを機会にちょっとこう、私映画館についてもうちょっと深く入って、自ら勉強してみなきゃいけないなっていうのを感じました。本当に楽しんでください。いや、せっかくね、地元にこんな歴史深いある映画館があるものですから、相葉さんを通じて映画の世界ちょっと勉強させていただければなと思いました。よろしくお願いします。